続いてはこちらのコーナーです。あなたの学園のハンサム。セクハラリメイトの方ですかね。違うよ。どうぞ読んでいただいて。このコーナーはリスナーの皆さんのリヌベアに似たハンサムさんのエピソードを紹介して僕たちが見もえていきです。見もえたい、見もえたい。まあ、というわけで、あのもちろんね、ご自分で自分のことがハンサムだと思う方は、はい、あのぜひとも送ってきていただいて、はい、そうですね、あの小学校の同級生でも、はい、中学とかね、高校生の方はクラスメート、うんうん、あと大学のサークル仲間でも、うんうんうん、あの学園のハンサムならもう何でも OK なんです。何でも OK で、大事なのはあのただ顔がかっこいいとかっていうんじゃなく、うんうんうん、その方のハンサム度をさらに上げるハンサムエピソード、うんうん、そうそうですね、楽しい。でもしハンサム、ガチハンサムの締めとか送られてきちゃったら、ちょっとパイセンね、そうですね、横流しして、そうです、スッていかないと、私が後で、もしもしってなりますからね。なりますか。はい、ということでですね、では今回紹介なので、スタッフさんの身の回りにいた学園のハンサムをご紹介していきましょう。大丈夫なの。はい、じゃあこちら、はい、弊社マネージャー、はい、そのエピソードです。数々の伝説を作ってきた弊社マネージャー、大丈夫でしょうか。ダメですね、読みます。私がハンサムだと思ったのは大学の同級生です。もちろん顔もハンサムで色白で全体的に水色の人でした。その人は道を歩くときは必ず車道側に立ってくれて、私が傘を忘れたときは入りなよって傘を差し出してくれたり、お腹が空く時間になるとお菓子食べるとおごってくれたり、でも私はそういう紳士な人が苦手で気持ち悪いって思ってしまっていました。まあお菓子はおごってもらってましたけどね。クソがー、お前最低だな。人の心をもてあそびやがって。まずまずいいよ、顔はハンサム、素晴らしい、色白いいね、全体的に水色の人。まあ、ちょっとよくわからない、ね、よくわかりませんね、水色な感じの人だったんですね。水色の人、ね、車道側を歩いてくれて、いいじゃないですか、ね、傘忘れた時は入りなよって、うんうん、お腹が空く時間になるとお菓子食べるって餌付けをしてくれる、そういう紳士な人が苦手、うんうん、気持ち悪いって思ってた。お菓子はおごってもらってたんだけどね、気持ち悪いって思いながら、うん、現金ですね。この女最低だな。これがうちのマネージャーなんですよ。悲しくなるわ。悲しくなりますね。じゃあ次行ってみましょうか。葵ちゃんです。はい、AD ですね。高校の時のクラスメイトがジャニーズ系のイケメンでした。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいいいいい。しかも私がネギ嫌いなのを知ってたようで、クラス数人でラーメンを食べに行った時に何も言わずに私のネギを取ってくれて、やるなって思いました。ちょっと上から目線、うん、あ、なるほどね。葵ちゃんが、うん、ラーメンって言って頼んで、あ、美味しそう、ラーメン、でもネギ乗ってるって思ってたら隣ですって、うん、食べてくれて、すむしゃやるなっつって、あ、じゃあやるなって思ったね。うん、きっとあの、うん、ね、しのらファッションして、あのファッションで、あのファッションで、いらっしゃいってね、しゃい、うん、ラーメン、あ、そっか、制服か、高校の時か、うんうん、いやでも高校生でもさ、なんていうの、こうボンボンとかしてる子いたのね、うん、ファッションしてる子、そのファッションでやるな、やるなっつって、ラーメン食べてたんだね、そっか、いやちょ、いいね、うん、でも。そうだね、無言でやってくれたっていうのは、バリムシャって。さくらさんがやるとなんで、ダメ、なんかダメよ。そう、なんでですか、さくらさんが全然。だってそういうことでしょ。そうなんだけれども、うん、あ、気遣いができるのも、うん、ハンサムの一つ、そうそう、うちの一つ。で、また、これ、両方とも、女性だから、あれだけれども、うん、はいはい、なんていうの、女性目線の、
かっこいいとかハンサム、今の仕草キュンとくるっていうのと、うんうんうん、男性からしてあいつかっこいいなっていうのと違うからね、うんうん、あの違うと思う、どちらかというと、まあ、両方欲しいんだけれども、うん、女子として共感できる、ね、あの、うん、キュンキュンみたいな、あの人かっこいいっていうのが欲しい、そうですね、ハンサムエピソードが欲しい、ハンサムエピソードいいじゃないですかこれ、はい、はい、まあ、でも自分でね、俺ハンサムだぜって思う人はぜひ、うん、俺の武勇伝聞いてくれるみたいな、もうそういうの送ってくれても全然 OK、 いいですね、それいいじゃないですか、ペッてやってくださいね、ペッてやってくださいね、ペッてやってくださいね、というわけでこんな感じで次回からリスナーの皆さんが送ってくれたハンサムエピソードを紹介していきたいと思います、はい、以上あなたの学園のハンサムでしたー。